ます。まさに464K4 です。今回は、星のドラゴンクエストのイベントですね。イベントのサンタ様がやっていきたいと思います。何気なく2日らしかったので、まあ、サクッとやりたいと思います。まあ、スタミナ60なので、まあ、そこまで、いけないんですけど、どこなくなっとるやん。あれだ。何がなくなったんだろう。あー。回復系？とりあえず条約する。どこまでいけるんだろう。3面。結構長いのね。星ドラも結構久しぶりで、あれが溜まってるんだよね。やってないダンジョンとか。大の大冒険とかね。なんか新たに出てたので。今、撮ってるのが10月23日で、あと、明日イブで、明後日クリスマスですね。皆様はどうお過ごしでしょうって感じて、皆様はどうお過ごしでしょうか。まあ何か予定がある人が、は予定があっていいですね。今日あったかいか寒いかわかんない。でも結構天気いいね。日差しが良くて、あんまり日差し見ないで最近なんか朝めっちゃ早く出て夜帰ってくるので、日を知らないみたいな。本当に、朝、6時前とかに出ちゃうんで、月、出てんだよね、普通に。これで終了。サンタ様。昔伝説機やった気がするな。ボコボコにされた記憶があるな。結構レシピも落としてくれるんだね。山菜って名前いいね。山菜結構好きです。個人的に。いいっすね。あと、これ倒して次のダンジョンで終了かな。まあ、この辺は、打掃で大丈夫でしょう。あー、体いっぱい。で、最近腰痛くなって、何なんだろうと思って。基本的に、首、膝、待って、上から言おう。首でしょ？背中、膝とか、まあ、腰とか、やると結構、なんつうんだろう。ずーっと、死ぬまでって言ったらあれだけど、続いていくんで、痛みが治らないみたいな、持病みたいになっちゃうんで、そういう持病みたいなのって作りたくない。まあみんな作りたくないよね、普通に。気をつけてはいるんだけど、まあ失敗って、背中は治った、腰は治ったんだけど、注意はしてるんだけど、なかなかね、なっちゃうよね。ぐり腰とかね、つら。
将棋がスラッシュとかやりてえな。結構HP ない？サンタ様。上陸持ってるし。一旦で終わると思ったら予想外に結構。しかも無効だし。やだっけ？何が無効なの？呪文が無効？ちょっと聞かねえじゃん。マジでかよ。これで終わりじゃない？で、二面でこれの強さでちょっと強くなったね。ちょっとどころじゃない強さになって今。呪文効かないんだ。パーティーっていうか装備とか改めた方が、生きやすいような気がするけど。生きやすいよね、きっと。まず次でラストかな、スタミナ的には。あ、でも呪文効かないから、あれなのか。ダメな選択したかも。レベル15とかやば。レベル今10以上なってるんだよね。うん。あ、みんな結構、一発で倒せなくなってきた。ギガルーンの強さを見せて。わお。いや、多分、あれだよね。あんまり効かなかった系がないやつね。電系だから、何に効かないんだ。結構全体的に効くイメージがあるんだ、電系って。さすがにワンパンだった。スーパースターだよね。すごいな。あ、マジか。あと一体いた。サンタさんも呪文聞かないからな。ライディーンは効くのかな？分からん。どう？お、効いた。強い気がある。メガゼントが効かないよね。この音効かないな。メガルコも効かない。電球だけか。完全に言うのとか足でまといわけ。足でまといだけど。よし。はい、ということで、星のドラゴンクエストのサンタ様がやってきた2016年バージョンですね。多分去年のやつも撮ってる気がするんだよね。確か。じゃ何周年だ？星ドラって。いつからやってんだろう、星ドラ。でも多分1年を撮った気がするんだよね。ジェム結構溜まってるでしょ。
ピーマン弾けるやつあんのかな。あんまりなんか結構何種類もあるんだよね今。宝箱福引き一番上のあんま興味ないんだよね。メタサラ系もそこまで今っていう感じだから、まあ、引きません。はい、ということで、星のドラゴンクエストのサンタ様がやってきた。パート1でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。